1951年、女性用の正しい様を下着意識を示した図。簡略化する場合でもファウンデーションは必須とされている。ファウンデーションとは、女性のボディラインを整えることにより、その上に着る衣類のシルエットをより美しくするための、下着の総称である。基礎衣類を意味する英語の、ファンデーションガーメントの略で、補正のための下着を意味する。日本では、ファンデーションともいい。 特に補正力を強調する場合には、そのまま補正下着や補正下着と呼ばれることもある。女性用下着は大きく分けて次の3種類に区分される。ファウンデーションは体型補正下着であり、衣類を着用した時に体にぴったりした衣類だと、体のラインが外部より伺えるわけだが、このように外見に現れる衣類のシルエットを美しく整える目的で着用される。したがって、 どのような体型が美しいと考えられるかによって、ファウンデーションの補正の目標が違ってくるのであり、また体のどの部分を補正するかでも違った種類のファンデーションが考えられる。ファウンデーションとしては、コルセットの歴史が最も古く、紀元前15世紀から紀元前10世紀頃の古代ギリシアの絵には、ベストの部分を細く絞った服装の男女が見られる。古典ギリシアのキトンや、 古代ローマのトゥニカは、ゆったりした布を体に巻きつけ、全身を覆う衣類であったので、このタイプの衣服が一般的であった頃に、体型補正の下着は特に必要とされなかったとも言える。しかし、乳房部分については、古代ギリシアの女性は、ゾナと呼ばれる一枚布を胸に巻いていたことが知られる。チブサが固くしまって、垂れていないことが、 女性の若さとも考えられたので、胸を補正していたと言える。軍人は古代より活動に適した服装を選ぶことが多く、それは古代ギリシアのキトンや、その上着とも言えるヒマティオンのような布が広がり、流れるような衣類では困った。ギリシアでも、ローマでもそして西欧中世においても、戦闘する軍人は鎧をまとうのが普通で、それは体にぴったりとあった衣服が好まれた。 中世西欧でコルセットと呼ばれた衣服は男女共に使用した銅の部分で体にぴったりと合う外衣であり道着であった。今日のコルセットは16世紀頃より女性の衣服としてフープスカートと呼ばれる銅から舌がチューリップのようにあるいは釣り金のように広がった衣装が流行し始めてからである。初期のフープスカートはファーズインゲールと呼ばれる腰のすぐ下に巻き付け。 ヒップを強調するアンダースカートの一種をつけた上に装着したが、この時には胸の下からヒップまでの胴の部分のラインが魅惑なポイントとなった。胸の下から胴の部分を締め付け、ウエストを細く優雅なラインに補正する下着がコルセットであった。もともと女性がウエストを細く見せるため腰に布を巻いていたのは12世紀頃より見られる習慣であったが、イギリスでは 大陸のコルセットと並行して17世紀頃にステイズと呼ばれる胴部を細くする補正下着があった。ステイズの原型は15世紀頃にすでに存在しており、左右身頃に分かれた針骨のステイを体の前で合わせ、紐で2つをまとめ、締め上げることで銅の形を作った。コルセットはイギリスのステイズと同様に初期の頃はクジラ骨や鋼鉄を芯使って、 胸部下から腹部までを覆い、着用した後、紐を締め上げることで腰を細くし、また胸部下からウエスト、ヒップへのラインを整えた。19世紀初期にはコルセットは腰を覆うように下に長くなり、さらに19世紀半ばにはガーターを吊り上げる靴下止めが付属したタイプが登場した。代表的なファウンデーションの名称とファウンデーションを着用する 体の部位を以下に示す。ありがとうございます。